この間ソウルに行ってきた時に買ってきた造花があったじゃないですか。この動画で見れるんですけど、その造花が宅配便で、まあ、結構前に届いてたので、早速その造花をこのすんちゃんが作ってくれたウェディングロードを歩く時に入場するとこと、あとフォトゾーンのところとかに置いておく、その呼び名がわからない、ゲートみたいなところに、飾る造花をデコっていきたいと思います。こんばんは、すんちゃんです。今日は何をしますか？今日はダンスします。そう、ダンスの。いきなりじゃーん。これがこの間高速ターミナルのお花の市場で、造花の市場で買ってきた造花たちです。こういうのもね、一応何個か買ってきました。葉っぱみたいなのはここにデコっていきます。今大きいの2個と、あと小さいの2個を作り終えました。なのでここにあとは飾っていくんですけど、あと残りのちっちゃいのを作ってから止めようと思います。今ウェディングの準備中です。いろいろ忙しいけどね、頑張るぞ。まず、ここが夜パーティーする会場になると思うんですけど、うちの1階なんだけどね、こういう風に作ってくれてて、こういうのも一応出来上がりました。一緒にね、遊びに来てくれたお友達がウェルカムボードを今書いてくれてます。楽しみ、秘密って言ってるから今一生懸命書いてくれてて、なのでなんかウェディングの準備をしてみて、本当にこう2人だけだったら絶対にできなかったなって思うので、たくさんの周りの助けとか力のおかげでここまで来れたなって思ってます。なので YouTube の画面の向かい側で心から応援してくれてる人たちにも本当に感謝の気持ちをお伝えしたいです。ありがとうございます。なんか最近バタバタして動画たくさんアップできてないんですけど、でも私たちらしく今月はちょっと頑張っていこうと思うので、こういう風にね、ちょっと全然メイクも完璧じゃなくて、もうすごい部屋着みたいな格好で登場しても今月は許してください。そんな感じで今日ももうちょっと準備進めていこうと思います。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ご本もフォローお願いします。お願いします。バイバイ、アンニョン。